やけくそ中号とは、詰将棋における手筋の一つ。いずれ取られることになる玉方の駒を能動的に移動号で捨てることで、詰手数を似て長くする手筋を言う。玉方が最長手数で応接するという、詰将棋の規則を利用した手筋である。いずれ取られてしまう駒を、取られる以前に移動号で捨てることで、移動合意の手とそれを取る攻め方の手とで、合計に手の手数伸ばしの効果が得られる。 いずれ取られる駒を先に与えても、最終的な駒の損得は帳尻が合うため、やけくそ中号は無駄合わせにはならない。にて伸ばすこと以外に、局面の改善効果は皆無であり、公主、妙手の本来の意味とは無縁な手筋である。つまり、将棋の対局で使われることはない。回答募集形式の出題でご回答を期待する、いわゆる、引っ掛けの要素が大きいことから、 一般向けの出題で使用されることは、ほとんどない。随一で一手目219項とすると、18合駒か2五玉しか有効な王手が、ないように見える。18合駒は2六金、以下5手詰めとなり、2五玉も2六金、以下5手詰めとなる。ここで、いずれ取られてしまう2六のカツラを2手目218、桂なりと捨てるのが、やけくそな加項である。以下同項、25玉、2六金で、 図にとほぼ同じ局面となり、2手目に単に25玉とする場合と比べて、手数を2手伸ばした効果が得られる。どうせ取られる駒だから捨ててしまえ、という心情が連想できるため、この名がついている。当初は俗称であったが、これに代わる適当な用語がないこともあり、現在は定着した名称となっている。中号でない移動号も、原理的にはあり得るが、中号以外の作例が少ないために、 他の子が用いられることはほとんどない。ありがとうございます。